晴らしいダンスでした。もう一度拍手。はあ、ごめんね、上の空だ。明智くんのこと気になっちゃって、やっぱりあの人にはかなわないのかな。ありがとう。さてさて、次は毎年恒例囚人生の主張、拍手。毎年盛り上がらないんだけどね。どういうわけかご年配の先生方の一押しなの。さあ、どなたか主張してくれる人いらっしゃいませんか。こちらからご指名しちゃいますよ。お、指名制にするんだ。今年の実行委員はできる人だね。お、会長発見。え、ささ、会長、壇上までどうぞ。これ、行かないとダメ？使うとこ違う。会長、お願いしますよ。こちら皆さんご存知、我らが生徒会長、新島誠さん。どうも。鴨志田市の不祥事や校長の突然死、さらには修学旅行の引率まで、受験を控えた身に降りかかる難題、主張がないなんてことあるでしょうか。それでは行ってみましょう。会長の主張です。会長、別にないです。主張、ごめんなさい。怪盗団は囚人の生徒説もありますし、で、この中に怪盗団がいるかどうかどう思います？会長。どうって、それは、仕事だね。高野菜の時間あんなに長く感じたの初めて。よくあそこであんなこと言えたね。え、そうだよね、私完全に言葉に詰まってたし、助かったよ、ありがとう。意外って言ったら失礼かな、頼りがいがあるんだね。お姉ちゃんも前に言ってた、旦那さんにするなら包容力のある人。あ、わ、噂
忘れて。いや、そのもう明智君のことはあったけど、高校生活最後の高野祭はずっと思い出に残りそう。あ、これ良かったら。うん、帰りましょうか。あなたの大丈夫は魔法の言葉みたい。さてさて、次は毎年恒例囚人生の主張。拍手。主張？こんなイベントがあるんだね。知らなかった。さあ、どなたか主張してくれる人いらっしゃいませんか？こちらからご指名しちゃいますよ。指名だって誰になるんだろう。そこのゆるふわパーマの女子、君に決めた。え、あの人こっち見てない？団長までお願いします。呼ばれてるよね。でも僕は
さい。学園祭でもマスコミの取材みたいになっちゃったね。あそこであんなこと言うなんて全然予想してなかった。え？うん、あのままじゃ私何もできなかった。ありがとう、助けてくれて。あなたって不思議な人だけど頼りになるよね。あなたとだったら私これから先も大丈夫だと思う。なんてね、将来のことなんてまだわからないものね。明智くんのことは気になるけど、初めての高野祭楽しかったよ。これで最後なんだけどね。これあげる。さっき買ったんだけど。うん、帰りましょう。明智くんのことが気になっちゃって。大丈夫だよね。君がそう言ってくれるとなんか安心する。さてさて、次は毎年恒例囚人生の主張。拍手。今年もやるんだ。さあ、どなたか主張してくれる人いらっしゃいませんか？こちらからご指名しちゃいますよ。まあこのグダグダさ込みで高野菜みたいなとこあるけどね。そこの髪の毛めっちゃ脱色してるパーカーの女子。え？私？団長までお願いします。どうしよう。冷たいこと言わないでよ。お願いします。ああ。お名前は？高巻。かわいい。高巻さん、見た目いいしスタイルもいいし不平不満なんてなさそうですが、それでは行ってみましょう。高巻さんの主張です。高巻さん、急に言われても。じゃあこっちから質問を。この中に怪盗団がいると思います？え？ずっとね。明智君が言った怪盗団の正体気になりますよね。で、この中に怪盗団がいるかどうかどう思います？高巻さん。真っ赤ですね。
忍びない。皆さん、美人の赤面堪能しましたか？はい、高橋さん、ありがとうございました。普通ここからだろ。しかい、仕事しろ。終わっちゃったね、高野菜。てか、超恥ずかしかったんだけど。よくあそこであんなの言えたね。助けてくれたんだよね。あのままじゃ私何もできなかった。ありがとう。その助かったし。意外と頼りになるとこあるんだね。君とだったら私これから先も大丈夫かも。ああ、今のなし。将来のことなんて重すぎだよね。やめてよ。明智くんのことは気になるけど、なんか予想外に楽しい高野菜だったな。これあげる。一緒に帰ろ。報われない感じ。でもそれでも頑張るんだよね。若さだよね。自分だって若いじゃない。にしてもさ、さっき明智くんの言ったこと。さてさて、次は毎年恒例囚人生の主張。拍手。二人になれるとこ行かない？話したいことはあるし。高野菜楽しんでからでいいから、後で生徒会室に来てよ。さあ、どなたか主張してくれる人いらっしゃいませんか？こちらからご指名しちゃいますよ。それじゃあ、そこの彼。団長までお願いします。おっと、この流れで断ります？相当のマイペースか。軍旗をあえて読まない猛者か。はいはい、場が温まってきたところで次のご指名いっちゃいますよ。早かったね。明智くんが言ってたじゃない、怪盗団の正体って。なんか困ったことになったら言ってね。今度は私が助けになるから。真面目な話してんのに、この子は。周りが何言ってもさ、私が味方ってのは変わらないから。君頼りがいがあるからいつも甘えちゃうんだけど、たまには甘えてきてもいいんだからね。
ダメ、ここは学校でしょ。代わりってわけじゃないけど、これあげる。なんか照れるね。よかった。じゃあ仕事に戻るね。ああ、さっきの話、学校の外なら割といつでもいいから。気をつけて帰りなさいよ。